あ、本日はですね、珍しいお方が一人今日は狭いところはね、こっちらも入れんから。そうですね、今でも覚えてるけど、マンションの一室割っちゃったんだ。グワーキラーン。これ完璧ガードマンっぽくやって。ちょっと本日はですね、どうですか、ここ北区ですね。北区ですね。珍しいですね。珍しいですね。珍しいお方が一人まあ午前中ちょっとあの師匠のところで YouTube 撮ったんですけど、まあ午後の解体がすごいあの道が狭いと、なんでまあそれ用に一応今日トラックを持ってきてるんですよ。いつも乗ってるトラックよりちょっと幅が狭いんですよね。まあ長さは一緒なんですけど、じゃないと今回ここが入れないっていうことで、まあそういったところにまあこういうの、あの狭いトラックとかと活用できるかなっていうことで、まあ今日は狭いところはね、まあこういう風にねトラック入れてこういう風に回転していきますよっていう、まあ解説動画みたいな感じをね、まあ視聴者さんに見ていただけたらなと思いますんで。どうです、今日バラシですか、1軒目。1軒バラシですね。1軒バラシですか。バラしてからまたこっち来てってことですね。ではまあ組み立てたもんね。はい、小林家だっけ。小林お前これ見るでな、お前怒られるぞ、お前小林氏って。モザイクかけといてください。モザイクかけれんの、誰でもモザイクかけるで、お前。まあちょっとね、早速入れてみたいなと思いますんで。たぶん組んだ時で誰が、あれ僕ですね。キラ君ですか。ギリギリですか。ギリギリですね。あ、もう切り返して切り返してっていうような。まあ、じゃあもう組んだ張本人がいるんで、もうそこはもうドライビングテクニックが、僕は無理ですね、バリバリなんで。だからまあ僕らはちょっと何も見ず、ちょっと後ろで見ておきます。ぶつかりそうでも何も言わせんね。まあそれは嘘ですけど、まあ一応そういう形でやってみたいと思います。よし、よっよっ。これ2200でここまでが 2m しかないもんで、ね、ここまでが 2m。 ちょっと入るのこれ。めちゃくちゃ両手いっぱいいっぱいぐらい。まあプロなんで、まあこういう狭いところ、狭いところ専門なんで、ピラノ。はいはい。まあ本当はまあ運転手一人なんで、まあ別の店がこうやってオラオラ開いてあるんですけど、今日はちょっと僕らがいるんで、これもう入らんすもんね、普通だと。でそれをここをもう何回も切り返して、すごいっすよね、これ。すごい。はい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 。はい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 、オッケー。はいはいはい、ストップ。こんなんだよ。はい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 、ごめんなさい。すごいよ、めちゃくちゃ狭いね。一応入った今。すごい。じゃあ切り返してまっすぐにして、こうね。オレイ。どっからオレイ。オレイオレイ。まっすぐ。オレイ。すごい、ほんギリギリやん。もうそっからも入れんから。そうですね。こんなんしかなかったっすかね。こんなんしか。まあこういった狭いところも入っていくってことですよね、トラックチェンジして。ね、これもう足場も見てください、これ。まあまあ狭いっすか。もうなんで真ん中、センターにしてるんですけど。でも10センチしかないっすよ、ほら。これ10センチなんですけど、10センチしか幅がないっすよ。今この。10センチしか幅ないっすよね。はい、こことここの幅10センチっすよね。はい、10センチっすよね、ここの幅。10センチなわけないやん、30センチあるやん。全然いいっすか。突っ込んでよ。全然いいわ。毎度こういった狭いところはもう、まあ、こういうふうにも止めっぱなしになっちゃうんですけど、まあもうあらかじめその、まあ、近隣の方にはそのまあ営業マンがまあ解体する1週間前ぐらいですかね、近隣のやつ回らせてもらって、まあ午後から解体しに来るんでっていうことでね、伝えさせてもらって、まあみんなに声かけてるんで、まああんまりまあそういうクレームとかまあそういうふうにもならないですし、こういったところもどうしてもしょうがないですもんね、やっぱちっちゃいトラックで、まあ、材料運んだりとかだと逆に手間かかっちゃうんで、はい、まあ、その分金額高くなったりとか、コン運搬とかでね、運搬するのに、はい、そうなるんで、まあ、できればまあ全体でまあ協力すればいい品質で、ね、低コストでやれるんで、ということで、ね、今からちょっと解体していきたいなと思います。狭いところ狭いんでね。狭いところなんかありますか、お気をつけてますとか。隣のお家に傷つけないようにとかですね。でもやっぱ狭いところ入るためにダイエットしてたりとかするんですか。あ、それはもう
してますね。どこの現場でもまあどうやって解体したら効率がいいかとか、どうやって解体したら早いかとか、やっぱ逐一シートばらしながら考えたり、まあそれができる男の違い、まあ、ただドンピシャって言われるわ。ちょっと有名人になりすぎた。最近あれですかね、雑誌にも載りましたからね。知らん？サイゾーって雑誌に載ったの。ああ、え、マジ？マジ、知っとるサイゾーって。知らないです。雑誌にも載った。その俺が写っとるって、マジで足場屋さんではトクラスのイケメンの足場職人って僕が載っとって、もう早速自慢しちゃったみんなに。え、さっきの文は嘘ですか？文は嘘ですか？文本当。マジであのカリスマ性があるミッチー最高イケメンとか書いてある。最高イケメンっつって。最高視聴率 96% とか書いてあった。飛んだ。はい、キャッチした。まあまあまあ、全然ね、掛け合いだよね。これ飛んだ。はい、キャッチした。これ飛んだ。はい、キャッチした。飛んだ。はいよー、キャッチした。おー、マジ？いや、いいじか。はい、飛んだ。よいしょー。これ怖いですよね。止まって転ぶんなんですけど、これガーンって当たるだけなんですね。めちゃくちゃ痛い、ちょっと怖い、ビビっとる。飛んだ。よいしょ。おお。キャッチしとって全然喋れんすけど、まあ行こうね。狭いところはなんで湯で流して、どれだけ手前に持ってくるか。でトラックもこうやって横付けにしておけば、こういうキャッチとかって、いきなり現場で練習しながら身につけてくるんですか？いきなり現場だよ。あ、そうなんですか。俺らの時はいきなり現場、どこでも練習するよ。あ、やっぱそうなんですか。初日はやっぱり現場行って、現場じゃないとわからんもんね。じゃあドバでさ、じゃあ建物を作ってさ、その周りをずっと組めてさ、同じような組み方もできるわけよ、はい、だったらやっぱり現場行って、やっぱね、実際に触った方の方が、まあ、ほんとね、ずっと現場でね、やっぱ見てった方が、ってか、まあね、実際にやってみた方の方が。でも投げるのもそうなんですか。投げるのもそうだよ。ただまあ、投げる場合は現場だとザラ強い湿気とかだったら、やっぱり最初ちょっと投げさせんね。あ、そうですね。やっぱね、どこで練習、投げはもう物を壊したらまずいもんね。はいはい、昔は違ったけどね。あ、昔はもういきなり現場みたいな感じだった。そう、昔はもう最初から現場だよ。え、でもいきなり投げろみたいな感じだった。そう、ただ俺がそのやりたての時でもさ、はい、普通に現場でお前そんなの投げたの知らんがやつ、投げろーとか言って、そこわかんない絶対あんなとこ、はいはいはい、白とか投げても、で投げるじゃん、最初届いとったなって。だけどバズできてどんどん濃厚になってきてさ、今でも覚えてるけどマンションの一室割っちゃったんだ。え、そうなんですか。手すりがプスーン刺さって、うわ、逆に怒られた。何やったんだ。逆にってなって。だってもうみんな理不尽なんで、昔の職人なんておかしいです。だって素人を投げ出して壊れる方がおかしいじゃん。もう超最初の方ですよね。そうだよ、昔はそうなんだよ。へぇ、狭いっすね。狭いんだね。これでも広い方。あ、そうなんですか。どんだけ効率よくやってくるかだね、やっぱ。ああ、なるほどなるほど。まあ、今回はね、狭い場所へのトラックの入れ方と材料の運び方、はいはい、すみません。まあということでね、本日は解説になりました。トラックはなんでこう、こっちに止めるかっていうと、まあ極論言ったら別に入れて直接ね、材料を渡してできるんだけど、俺片付けやってね、はい、だけどそれやっちゃうとここのスペースがなくなっちゃうんで、あ、置けないってことですか。その材料が置けなくなっちゃったりとか、まあ、シート畳んでからでもやっちゃったりしていいんですけど、言うてももう知れとるっす。私あんま距離変わんないですよね。ね、10メーターもないぐらいだからさ、はい、だったらもう持って運んだ方の方が、やっぱりトラックでちょこちょこやるよりはもっと下で運んだ方の方が早くなるんですよ。私も狭い時なんかもう特にそうですよね。まあ、横付けでポン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 ってやれるとこだったらいいけど、はい、うん、まあできないもんで、ね、基本的には。まあちょっと離れたところでも、こんな方の方が。やっぱりね、どっかにぶつけんでも済むしさ、はい。やっぱ自分たちとしても楽だよね。今日なんてだって、プロだよ。すごいですね。あの、まあこういう狭い現場も、まあ僕らもやったりしてるもんで、やっぱまあ運転技術じゃなくて、運転技術もいるけど、やっぱり見てもらったり見てもらわなかったりとかさ、だから僕らすっげえそこ怒るもんね。やっぱ実習生とか日本人でももう狭いところついてね、バックでいろいろとしとんのに、もう隣でタバコ吸ってるやつとか、あーやったばーっつって今俺でガンガイーっす。でも実習生とかでもまあ二人乗っとんだよね、はい、でも俺はずっと一緒に乗ったやつはまあ一人はもうすぐ降りてくんだけど、はい、やっぱ新しく来たこと分かんないじゃん、はい、だからね、おるんだよ、はい、そいつに俺はもう来てる、やったば先輩出とんのにーっつって、だからそうしたらさ、無理じゃん、見れんじゃん。まあ確かにそうですね、うん、まあそれぐらいでもだって言うでしょ、だって普通にで、ぶつけたらその分金かかるのもんね、会社も、うん、で狭いとこってやっぱみんなのさ、チームワークだよね、はい、やっぱお互いがみんな声かけ合ったりしとったらさ、はい、足場してたやつって狭いところバラしとるときに、今日話したよって言ったらぶつけんもんね、うん、
話したよ話したよ話したよってやぶつけんし、はい、やっぱ声の掛け合いじゃない。トラック入れるのもそう、声の掛け合いが一番大事だと思うし、まあ運転下手ね、上手い下手ってのあると思うけど、カメラマンみたいなやつだったら絶対入れねんけど、多分普通の車でも無理っすよだろう、はい、ということでもうこんな感じかな今日。まあ本日はまあちょっとねトラック、まあちょっと今日こう面白いなと思ったんで、こうやってね、でもこっからだよね、もう切り返して、こっから切り返して、でトラックの場合後ろが長いんでやっぱ見れないじゃん、はい、なんでこうハンドル切った時にブワーン触れるんだよね、ぶつかったりとかする内輪差とかで、はい、トラックの後ろのタイヤ、後ろのタイヤがここら辺ぐらいに来た時にハンドル切ったらこう当たらないんで、そう内輪差でね、でトラックのタイヤがここにあるのにハンドル切ってくると、はい、どん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 こうやって近づいてくる、あれかわしたのになんでみたいな感じで、タイヤをかわさなかった基本的には。もうその内輪差さえ知っときゃもうね普通の車でも事故らんすわ。ありがとうございます。お前に対してのね、今解説まあ今回はこういった動画でね、はい、これからまたちょっと面白いことがあれば、まあ本当ちょっとしたね、まあ本当狭いところでの解体と、まあ狭いところでのね車入れっていうので、まあ今回ちょっと動画撮らせてもらいましたけど、で、まあ、これからちょっと面白い動画なんかね、まあいろいろちょっと撮っていけたらと思いますんで、まあ、チャンネル登録といいねと、あとうちの会社でちょっとTwitter と Instagram ですね、と TikTok かな。その3つだったっけ、はい、その3つやってますんで、まあ今ちょっとインスタにもちょっと力入れてインスタライブとかやろうかなって言ってるんで、まあできればフォロワーが集まったらちょっと僕らもちょっとやりたいなと思ってるんで、ぜひそっちの方もフォローなんかちょっとよろしくお願いします。また見てねー。